坂戸城。坂戸城は、新潟県南魚沼市に存在した大規模な日本の城、山城。坂戸山山頂、標高634メートルに、本丸、ふもとに、平時の住居跡の遺構が見られ、魚の川を挟んで、三国街道を見下ろす、交通上の用地に位置する。1979年、昭和54年6月11日、国の史跡に指定された。 上田長尾しゆかりの城として知られており、長尾正影や上杉影勝の居城として名高い。上杉謙信の姉戦闘員の突撃先でもある。また上杉影勝が合図へ移され、代わって、堀氏が越後に入ると、堀直よりが、坂戸城主を務めたことで知られる。中世越後の魚沼郡南部、南魚沼郡には、上田荘があり、鎌倉時代頃には、 姓は源氏流日田氏一族の勢力下にあって、当時、章の中心を訳する坂戸山に城郭が築かれていたものとも推定されが、本格的な造営は南北朝時代に入って以降のことと考えられている。南北朝動乱において北朝方に立った上杉氏は、越後国南部から南朝方に属した日田氏らを放築し、上杉憲りの時に越後の守護に任じられたが、 その家臣、長尾高陰の一族の者が、文奈年間、1352年から1355年に、上田宗を領し上田長尾氏を称して、坂戸山を居城にしたと伝承される。この後、上田長尾氏は、守護大の長尾氏と並んで、越後国にするような位置を占めた。その居城である、坂戸城は、越後府中、現在の上越市、直越地区と関東平野を結ぶ。 陸上交通のおさえとし、また、魚の川を利用した河川交通の要所として、さらに、魚沼の国葬地帯を要する経済上の要地として、重要な役割を担うこととなった。守護代、長尾溜影は、栄翔4年、1507年、越後の国人衆を休校して守護、上杉ふさよを排斥し、栄翔7年、1510年には、関東管令。 上杉明貞田をも、長森玄の戦いにおいて敗死させて、越後一国に羽を得た。上田長尾氏は守護大長尾氏に対して、一定の独立性を保持したものの、ため影の死後、長尾影とら、上杉謙信が、越後国主となるに及び、天文二十年、1551年には、上田長尾氏の長尾政が、上杉謙信に、坂戸城を包囲され、謙信に生死を提出して、 その軍文に降ったとされる。なお、その後、正影は立身するものの、永六七年、1五百六十四年、付近の野尻地にて美和島、城主、宇佐美貞光、下平吉町と元の船遊び中に貞光と共に、謎の死を遂げている。謙信の死後、正影の子で、謙信の養子となっていた、上杉影勝と、後北条市出身の上杉影虎との家徳争い。 未達の乱が勃発する。影虎の要望に応えて出陣した、北条氏てる。うじくに、影虎のニーラは、入りすべく、三国峠を越えて、坂戸城を四股の間に臨む樺沢城を奪取し、坂戸城攻略に着手した。しかし継承方はよく守り、また冬が近づいてきたこともあって、北条勢は、樺沢城に、宇治国に、北条高広らを置き、 北条影広を友軍として残地しての撤退を強いられた。そして、影虎は翌年滅亡、北条勢の越後への侵入をこの城で阻んだことが、継承方の勝利の気な要因となった。乱を制して継承が、春日山城主になると、父が正景の家臣であった、樋口兼次、後の直江兼次をはじめとする、上田衆が、継承の直気診断を構成するようになり、同時に、 坂戸城は、春日山城の有力な市場として、両国経営の重要拠点となった。金継ぐも坂戸城主に任じられている。継承は、天正年0年、1582年に、越中方面で、織田信長の軍勢と交戦しており、その際、上野国馬矢橋城、群馬県前橋市から越後に侵入した、滝川和松の軍勢とも戦っているが、坂戸城は持ち越えている。 慶長三年1598年、慶町は、道の区国の合津地方に天保となり、代わって、越前国から堀修司が越後に入部すると、坂戸城には修司の家臣、堀直よりが入り、上田三万国を領した。直よりは、坂戸城を三独の巨漢部を中心に、近世城閣へと改修している。慶長十五年1610年、堀直頼が、 信濃国飯山に移された後、坂戸城は廃却された。室町時代の坂戸が交通上、経済上の用地であったことは常述の通りであるが、さらに同時代にあっては、越後国も上野国も共に、関東関連山内上杉市の文国だったため、関越間の交通もまた頻繁だったこと、また、当時の魚沼地方には上田銀山があって、 越後随一の銀の産出を誇ってもいたことは、戦国時代に入ると、また激しい争奪の対象ともなったことを意味していた。その軍事拠点たる坂戸城は、魚の川を挟んで、三国街道を見下ろす坂戸山に立地している。坂戸山は、山陸との飛行は400メートルを超え、6日、長盆地を流れる魚の川と三国川の合流点に、 向かって、半島上に突出しており、北、東、西の三方は急外をなし、西側を流れる右往の側が、天然の外堀として、軍事上の防御線となっている。最録の緩斜面に、上主の館跡とか、新壇の屋敷跡があり、東西110メートル、南北80メートルの城主巨艦跡は区形をなし、その周囲は、土塁が巡り、特に西側正面には、 高さ約2メートルの石垣が極めて良好に依存している。なお、家臣屋敷跡の前面、魚野川との間には、梅田、梅田と称される堀跡が残っている。城主巨漢跡の南方、薬師尾根と称される尾根の中原には、中屋敷跡と呼ばれる、東西約40メートル、南北約50メートルの区画があり、また、館跡,跡から東方、山上の尾根に向かう。 大手道を登った通称桃の木平には東西30メートル南北120メートルと長強な上屋敷跡がある。戦闘時に使用する坂戸山頂上付近の本丸は標高634メートルの平坦地でそれほど高所に位置するわけではないが優水が7号目付近でも得られることから戦略上の価値は極めて高かったと推定される。 本丸から北に伸びる尾根状に、二の丸、三の丸などと称される主要角跡が残っているほか、南東方向の絡めてにも、角跡が見られる。南東尾根の先端、標高631メートル地点には、爪の丸と呼称される、平坦地があり、土塁が依存している。なお、三条尾根の要所には大規模な掘り切りがあり、また、本丸東方斜面には、石垣が依存する。 このほか、山頂から南西に伸びる尾根の標高を500メートル地点付近には西の丸跡がある西の丸から尾根先端、寺ヶ花の出丸跡までの約2キロメートルの間に100基以上のうね状立て彫りが築かれている。坂戸山の山麓には長尾正影墓所と上杉影勝、直江金継の生誕碑がある。また、山頂には天正十四年。 1586年、なおえかねつの環状によるとの伝承を持つ、富士権限が祀られている。現在、坂戸山は登山道が整備され、多くのハイカーで賑わっている。山開きは、毎年6月30日に行われる。坂戸山の山麓周辺一帯には、現在、南魚沼市ルマシカ、町地域の温泉街や市街地が広がっている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。